社会福祉大学院とは社会福祉学、ソーシャルワークの研究及び高度で専門的なソーシャルワーカーを養成するための大学院である。社会福祉大学院には修士課程・博士課程による社会福祉学、ソーシャルワーク研究活動を中心とした研究大学院と高度なソーシャルワーカー専門職を養成することを目的とした。 専門職大学院の二つの種類がある。社会福祉学、ソーシャルワークそのものが実践科学であり、研究活動を中心とした大学院でも高度なソーシャルワーク、専門職要請をも目的とした教育が行われている。しかし、研究志向であるか教育志向であるのかによって、日本のそれぞれの大学院の性格は大きく異なっている。 ソーシャルワーク教育の中心であるアメリカにおいては、ソーシャルワーク専門職要請は修士課程で行われており、研究活動は博士課程で行うが、修士課程から研究志向が強い日本の社会福祉大学院は性格が大きく異なっている。社会福祉学は日本では、学部、大学院ともに戦前から長らく私立大学のみ設置され、国立大学には、 社会福祉学に関する学部、大学院ともに設置がされてこなかった。そのため、社会福祉学の大学院が、私立大学、特に仏教とキリスト教を基盤とする大学を中心に発展が見られ、東北福祉大学や明治学院大学、同志社大学、龍谷大学、東洋哲学から発した東洋大学などが伝統校として知られている。戦後、厚生省により、 学校法人日本社会事業大学が設立され、社会福祉教育、研究の中核大学として位置づけられた。厚生省により設立されたという経緯から、社会福祉政策研究の核として、今日においても社会福祉関係者により認識されており、社会福祉政策研究を担う多くの研究者を輩出している。このような社会福祉政策における、 日本社会事業大学の位置づけとは、対照的に社会福祉学のもう一つの核であるソーシャルワーク研究領域においては、明治学院大学や同志社大学が伝統的に中核的なポジションを形成しており、それぞれ日本で最初に社会福祉大学院を設置した伝統校の位置づけを反映している。また、精神保健福祉分野においては、対象大学が知られている。 2002年4月に国立大学として初めて大分大学に福祉に焦点を当てた大学院福祉社会科学研究科が設置された。社会福祉大学院で授与される学位は修士博士が一般的であるが近年では学位名称も多様化してきており、例えば立教大学では修士が東洋大学では修士博士が授与されている。 専門職大学院は、現在、日本社会事業大学のみが設置し、福祉マネジメント修士の専門職学位を授与している。従来、社会福祉大学院は、数少なく、主に伝統校と呼ばれるいくつかの大学院により、社会福祉学の研究、教育が担われてきたが、高齢社会による、社会福祉人材の需要の高まりと少子化による、大学間競争により、近年、 解説から10年未満という新しい社会、福祉大学院が急増している。なお、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士の受験資格と社会福祉大学院は無関係であり、社会福祉大学院を修了しても受験資格を得ることはできない。ありがとうございます。